タンの攻撃になります。今皆さんのところにもいろいろな攻撃があると思いますけど、でもそれは皆さん注意するだけで、サタンの攻撃が大きいというか強ければ強いほどその先は祝福されるということなんですね。だからこれからの先の天人の友の教会、これがさらに祝福されると、そういうふうに思います。あの市の学校でもこの間大阪で大阪急遽となったんですね。ここでも大変恵まれた集会だったんですけど、その前やはりサタンの攻撃が結構強かった。というのは、あの皆さんご存知のように台風21号が起こったんですね。あのそれから1週間経った時なんですけれど、開催が韓国から欧州に向かったんですよ。ところが関空がかなりやられてるんですよ。でその日ちょうどね、やっと関空が開催されるという。でも来た時にはかなり予定よりも遅れて、またその他にも、ね、いろんな攻撃があったんですけれど、でも始まってみるとすごい祝福ばかりで、最後には、ノンクリスチャンの人が一人いたんですけどね、そういう人が信仰国家と、父の学校って別に必ずねこの、伝道のツールじゃないんですよ、家庭回復のツールだけども、それでも一番最強の伝道のツールなんですね。そこに信者の人が来るとやはりいつかそういうことで信仰を受け入れるということが起きます。また、2週間前にも、夫婦学校っていうのがあったんです。夫婦学校っていうのは、ご夫婦が一緒に学ぶというそういったところだったんですけれど、そこでも始まる前はいろんな攻撃がありました。特にプログラムとかそういったものをねやってる、そのパソコンも壊れてしまって、でいろんなとこからかき集めてきて開催することができたんですけれど、それでもやっぱり終わった時はすごく恵まれて、参加した人が本当に良かったって言って、帰ってきました。今でもメールがね、夫婦学校出てから二人で、本当に話し合って歩んでますっていうメールがね入ってきてます。まあそういうふうに、父の学校、母の学校、また夫婦学校というのは恵まれた開催になるんですけれど、その前に、市の学校っていうのはどういうのかというと、まずですね、父親の影響力っていう科目があります。それから父親の男性、それから使命、それから父親の霊性、そして最後に、父親の家庭という5つの科目があるんですね。でもそこでね、一番大切なのが父親の影響力なんです。皆さん、父親の影響ってどういう影響があるんでしょうか。おそらくね、皆さんの中でもお父さんを嫌いだって、父親のことをね、すごく、恨んでる人、そういった人も多くいると思います。というのは、市の学校に入ってくると、かなりの人が父親に対して悪い影響を受けます。あと子供の頃には、自分もああいう父親にはなりたくない、そういうふうに思ってた人もたくさん来てます。でもそこの中で最初の科目でそこのところで父親のこと、父親もこういうふうな家庭を通ってたんだなとか、だん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 学んで、そこで分かって、それからそこのことを、自分の代で悪いことは切り捨てようということで新しく歩み出します。アメリカで、マックス・デュークという人とジョナサン・エドワードという人が、100年昔なんですけどね、いたんですよ。で同じ頃にアメリカに渡ってきたんですけど、そのうちの一人は、ジョナサン・エドワードっていうのは神学者で牧師になってました。そしてその子孫を見ると、そこから大学の教授だとか副大統領だとか、また企業の経営者だとか、いろんな人が出てきた。同じようにマックス・デュークという人も同じ頃にアメリカに渡ったんですけど、その人たちが
大酒飲みで、でかなり荒れた生活をしてました。その人の8代遡ってみると1200人ぐらい資産がいたんですね。そのうちのほとんどの人が不動産になっていた、殺人者になっていた、売春婦になっていた、いろいろそういうふうなことが起こる。その二人が同じように語ってきたんだけれども、それだけ下がる、つまり父親の影響っていうのが子孫孫にまでそういう影響を与えてるということなんですね。でもその過去を変えるわけにはいかないんですけど、これからの未来はどういうふうにでも変えることができるんです。ここで変えていかないと子孫孫にまでまたその悪いものが続いていく。父の学校ではその一番最初の科目がその父親の影響力、悪いことは自分の代で実施しましょう、良いことはどんどん子孫孫にまでつないでいきましょう、そういう学びですね。本当にそれがね、一番大切なところで、みんなが例えば大会社の社長だとか重役だとかいう人も父の学校来るんですけど、そういった人たちもそこで本当に悔い改めるということが起きています。もちろん牧師でも悔い改めるところです。そういう父の学校ですから、サタンがね今攻撃を、仕掛けてきています。今この教会でも電話とされている方が今腰を骨折したとか、そういった攻撃にも受けているということを聞いています。皆さんそのために、開催のために皆さん協力して祈っています。サタンの攻撃に勝つのはその我々の祈りしかないので、そのために開催に向けて祈ってください。お願いします。